清水町の保育所で土砂災害を想定した避難訓練が行われました清水町立南保育所は敷地の一部が休憩者地崩壊危険箇所となっています訓練は土砂災害の危険が高まり避難指示が出された想定で行われ0歳から5歳までの園児82人と先生が参加しました 園児たちは民間会社のバスで町の防災センターまで移動しましたそして机の下に隠れる訓練をしたり注意点を確認したりしていました